ラズバンコ自主は、ルーマニアクルージュイコールナポカ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは MF。育成の名門、CFM、ウニベルシタテアクルージュイコールナポカの下部、組織出身であり、ユースチーム時代には、全国優勝を果たした。21歳の若さで、トップチームのレギュラーとなり、フランスのスタッドレンヌ FC など、複数のクラブが獲得を狙っていると噂されたが、 2003から04シーズン終了後に、同世代のゲオルゲフロレスクと共に、モルドバの FC シェリフ・ティラスポリに移籍した。2007年初めには移籍金260万ユーロで、ロシアプレミアリーグの FC ロコモティフ・モスクワと3年契約を結び、FC ルビン火山戦でリーグ戦初得点を記録した。2010年3月1日、 FC ティミショアラと3ヶ月の短期契約を結んだ。5月22日、サウジアラビアのアルナスルと契約した。2011年2月25日、ウクライナプレミアリーグの FC カルパティリビューにレンタル移籍し、3月11日の FC シャフタール、ドネツク戦で初得点となる決勝点を挙げた。2010から11シーズン終了後に6月、 ロシアプレミアリーグの FC ロストフに完全移籍した。2014年7月14日、シカゴファイアーへ移籍した。2005年8月17日のアンドラ広告戦で、ルーマニア代表デビューした。ありがとうございます。